来ました、ベネツィアです。やってきました。ここはイタリアのベネツィアです。英語ではベニスって言うんですかね。地図をご覧ください。ベネツィアの前はフィレンツェっていうね、ここにある町にいたんですけど、本当は南に行く予定なんですよ。でもベネツィア場所的に、まあ、方向真逆なんですけど、後で後悔するのも嫌なんで電車に乗ってやってきました。せっかくだから巡っておこうっていう感じです。でね、知ってる方もいると思うんですけど、ベネツィアはこの島になってる町なんですよ。で、この中は車とか自転車乗り入れ禁止ってことなんで、ここに駐輪して今から街の中散策していきます。行ってみましょう。有名なやつ、値段見たんですけど30分で1万円ぐらいします。ベネチアといえばマスクですよね。なんか昔からね、狭いところに多くの人が住んでた町なので、素性を隠すために仮面をつけるっていう文化はあったみたいです。さらに昔は階級社会、もっと色濃く格差があったみたいで、身分の違いとかをその祭りの時だけは無礼講で楽しもうぜっていうことで仮面がつけられるようになったと言われています。水上バスです。運河と橋がめちゃめちゃ多い町なので、水上バスに乗った方が効率よく巡れるとのことですが、1回乗るの 7.5 ユーロ、だいたい1000円ぐらいするんですけども、1日フリーパスが20ユーロで買えて、でそれを買うと近隣のベネチアの離島、ブラーノ島とかあっちの方にも行けるということで、ほなそっちの方が絶対いいやんと思ったんですけど、まあ時間もないのでね、歩いて行ける範囲だけで今回は巡りたいと思ってます。カメオ、オメカ、カメオやな、どういう意味なんやろ。ピカソみたいなアート作品のガラス工芸品、なんやろこれ、カメオ。船で行けるムラーノ島っていう島がガラス工芸が盛んだそうですよ。やっと着きました。めっちゃ迷子になったわ。有名なサンマルコ広場です。うわーすげー今日マラソン大会なんや。そうそうそう、ここに来る時もだいぶ道が封鎖されてて結構困ったっていう、そんなイベントですわ。それにしてもすごい人やな。
ここはサンマルコ広場の裏側です。マラソン大会もやってて、一部橋とか道を封鎖してるのもあるんで、人が密集してる。はい、めっちゃ洗濯物がたくさん干してますね。この辺りはベネチアの先端部分です。居住区になってんのかな。なんせ生活感もあるし、人もめっちゃ少なくていい感じです。このレストランもなんかめっちゃいいね。地元感あふれるトラットリア。こっちもそうなんですけど、どうやって端っこまで干すねんってちょっと疑問に思ってね、見てみたらやっぱり予想通りですね。両サイドにローラーがついてます。考えられてるね。同じベネチアとは思えない静かなエリア、めっちゃ好きです。車はもちろん入ってこれないんですけど、自転車もね入れないっていうのがまた独特な景観を作ってますよね。ヨーロッパでは電動キックボード、あんなんもすごい主流なんですけど、ローラースケートとかスケボーとか、まあ、とにかく全部そっち系はダメですね。だからこんなどこにでもありそうな風景なんですけど、そういうものが一切目に入らない静かな景色ですよ。すごい自転車、ちょっとよいしょ。もう地図見ずに歩いてたら全然違うところにいてびっくりした。サンマルコ広場ってここなんですよ。この辺で予想ではですよ、この辺りにいると思ったんですよ。そしたらもう全然この辺にいて、あれここ来たことあるぞっていう場所を何度も通って今いる場所に帰ってきました。そんなわけでベネチアを歩く際は通信環境をバッチリにして地図が見れる状態で巡ってください。今日の動画は以上です。ご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さよなら。